アブラナは、アブラナかアブラナ族の二年生植物。古くから野菜として、またアブラを取るため栽培されてきた作物で、別名としてナノハナ、ナタネなどがあり、江戸時代には、コサイ、または、トウと呼ばれた。実際には、アブラナ族の花はどれも黄色で似通っていることから、すべてナノハナと呼ばれる傾向がある。植物油の原料として栽培されているのは、 ほとんどが別種の西洋油菜であり、在来種の油菜は野菜として生産され、開花前に収穫されてしまうことが多い。また、リベンゲ類である。原種は西アジアから北ヨーロッパの大麦畑に生えていた雑草で、農耕文化と共に移動したと考えられている。関内の中国に渡ると栽培作物となりたような、野菜用むなど東アジアで古くから栽培されている。 日本では、弥生時代以降から利用されたとみられる。本来は名、つまり葉物野菜として利用され、古事記では、キビの鈴ナな、万葉集では、佐野の茎たちとして登場し、加賀についても演技式に記されている。江戸時代になって、植物油の採用目的として栽培され、その油は、ナタネ油と呼ばれた。ナタネ油は、主に糖油原料として利用され、 生活に密着したものとなった。そのため、菜種という言葉は一般的な植物名として定着したのであった。また、一般に、油な属植物の種子からは、油が採取でき、カラシナや株も利用されている。丈夫で、育てやすく、広く栽培された馴染み深い作物だった。また、菜種畑は明るい黄色が畑を覆う、菜の花畑として、 春の風雨物詩とされ、歌や文学作品の題材となるが、明治時代以降は、西洋油菜に置き換わっている。原種であるブラシカラパの変種は数多く、野菜として利用されているものが多い。この他交細体、ブロッコレットなどが、市場に出回るようになっている。アスパラ菜など、後輩による新顔も登場している。油中植物は、 形態的な変異に富んでいるが、その見た目とは反対に交雑して雑種が生まれやすい。すなわち、同種だけでなく多種の花粉によって結実してしまうもので、学術的な分類の困難な品種も多い。これは、固定種や在来品種を維持するために、自家採取を行っている農家にとって、特に頭の痛い問題であり、種苗用の種子生産では、交雑を避けるために隔離栽培が必要だが、 一般の補助では不可能に近い。国内の作付け面積では北海道が最大で、特に空地地方中部の滝川市は国内有数の規模で知られる。また近年では同地方南部の岩見沢市と美梅市も滝川市に肩を並べるまでに栽培が急増しており、空地地方だけで全国の作付け面積の約3割を占めている。その他に、 作付け面積の大きい地域としては、青森県横浜町、ついで秋田県が挙げられる。千葉県の房総半島南部の栽培は、統計上大きくはないが、県の花になっている。このコーデは、西洋油菜も含めた油菜としての用途を記す。ありがとうございます。